はいどうも皆さんこんにちは、スターディーの河野源太です。今回は共通テストで超使える角度を求めるずるすぎる裏技やっていこうと思います。まあこれねよくある問題なんですけど、この角度を求めようと、まあ、三角形の3辺の長さが与えられてこの角度を求めていきたい。これね実は1秒でできるんですよ。まあ普通だったらね、余弦定理を使ってコサインシータを求めていきますね。2×3×5/5÷7÷7。まあこれ計算ね、ちょっとめんどくさいですね。-2/1 っていうのを求めて、シータは120度。まあコサインシータ -2/1 ってなんだっけっていうのも考えなきゃいけないし、ちょっと時間かかっちゃう。まあこれはね、必ず押さえてほしいんですけど、今回ね、これ一発でわかる。まあこれずるいんですけど、もう覚えちゃいましょう。はい。もうこれにつきますね。っていうのも、このね、3:5:7、まあ、7:5:3ってよく言われるんですけど、7:5:3の三角形のこの一番長いところは120度である。これね、もう何回も何回も出てるんですよ。実際にセンター試験の問題でも出てますし、模試でもね、もう品質、ここ何度か120度、もうこれ知ってるだけで1秒でできますよね。で、これ応用が効くっていうのもいいことなんですよ。まあ、覚えるのってなんか邪道だなっていうふうにね、思う方もいると思うんですけど、だって皆さん3:4:5が直角三角形って覚えてるでしょ ?5:10:13も直角三角形って覚えてるでしょ。それと一緒で、7:5:3ね、7:5:3の形はここが120度っていうのを覚えちゃって、別にいいわけですね。で、これがね、どういうふうに応用ができるかっていうと、次の三角形。5:7:8だったり、8:7:3だったり。まあ、これね、名古屋だったり、悩みとかね、言われるんですけど、その、この角度も一発でわかるんですね。っていうのも、この三角形、ね、ここ120でしょ。じゃあ、この外側、まあ、ここは60度なわけだから、ここに正三角形を作ってみましょう。正三角形を作ってあげると、一辺長さが3。そうすると、7:8:3、悩みの形になって、ここが60度。っていうのがわかるし、こっちにね、今度正三角形作ってみると、ね、ここは5:5だから、名古屋という風になってるね。だからここも60度。だから、このね、名古屋と悩みっていうのは、ここは60度になっていて、これは別に覚えなくてもまあいいっちゃいいですね。7:5:3さえわかってれば、あ、この8っていうのが5+3なんだなと。ね、この8が3+5なんだなと。そうしたら、ここに7:5:3がある。だからその120度のものに、この正三角形を足してあげて、ここの部分が60度になったんだな、っていうことがイメージできれば、これもね、一発でわかりますよね。この三角形、超ね、もうセンター試験で品質なので、特に7:5:3っていうものを押さえておいてもらえれば、周りとね、圧倒的に差をつけられるんじゃないかなと思います。ということで今回ずるすぎる裏技を紹介してきたんですけども、まあ、今後もねこんなのずるすぎるよっていう裏技たくさん紹介していこうと思ってるので、チャンネル登録高評価、そしてこういうの撮ってほしいよっていうものをコメントに残してもらえると嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。